ご視聴ありがとうございます。今回はですね、フィギュア開封をやっていきたいと思います。ちょっと問題作です。こちらになります。はい、メガフスさんの GM シリーズでブリーチ、司法院夜市、アランカル編になります。よかったら見ていってください。ではですね、パッケージから見ていきます。これですね、まあ知ってる方は知ってるでしょうか。結構際どい感じのフィギュアなんですよね。 YouTube さん的に大丈夫かってところなんですが、まあやっていきましょう。はい、では開けていきます。まあこれ動画をやろうかちょっと迷ったんですけどね、まあ、際どいフィギュアってことで YouTube さんから NG を食らう確率が高めだったので、今回ギリギリかアウトか、際どいところです。まあ、ですので今回ですね、あまり近めには撮らないでいこうかなと思ってます。本当はすごい撮りたいんですけどね、まあ、しょうがないですね。買った人の特権、個人的に楽しみたいと思います。はい、で中身なんですが、本体と台座はもう全部一つになってますね。猫が別付属になってるくらいです。なんかちょっと湿った感じですね。拭いちゃいます。はい、では猫はですね、定位置の股に置いていきます。はい、もう完成です。どうでしょう、結構攻めてるフィギュアですよね。ではまずいろんな角度から全体を見ていきたいと思います。でいつもより少し遠めでいこうかなと思ったんですが、まああまり変わらないですかね。何でしょう、メガハウスさんって結構女性キャラ狙った造形ですよね。ドラゴンボールなんか人造人間18号ちょっとスタイルがよく分かんなかったり、ナルトのシリーズなんかもこう来るかっていうの結構多いですよね。まあやっぱり女性フィギュアっていうのはそういった路線の方が人気あるんでしょうかね。はい、でお次はですね、回転しながらも見ていきたいと思います。こんな感じです。メガハウスさんからもツイートされてるんですけど、このメガハウスさんから出る夜市フィギュアっていうのは15年ぶりに再登場なんですよね。昔エクセレントモデルで出てたんですよね。でシリーズブリーチは結構な数出たんですよね。で終わりそうで終わらなかったんですよね。で新しく GM シリーズでもちょっと出たりして、であとアルファオメガからなんかもちょっと出たりしたんですよね。でまあ2005年から11年くらいまでちょびちょび出てたんですよね。でそこから少し間が空いてしまって、終わりなのかなって思ってたら、まあ、2年くらい前にイチゴがリニューアル再販になったんですよね。でまたその辺から動き出して、グリームジョーが出て、で今回の夜市が発売になってます。で今後もですね、もう10銀なんか予約始まってまして、でその後にランギクとウルキオラが控えてます。まあということで一旦終わりにも見えたんですが、ここ数年結構再始動な感じでどんどん発表されてるんですよね。まあ、ブリーチ好きの私としてはすごい嬉しいです。はい、ではちょっと近めからも少し見ていきたいと思います。大丈夫ですかね、少し心配です。フィギュアって YouTube さん的に結構微妙な規制ラインなんですよね。エロ目だとやっぱり結構アウトなんですよね。で肌の露出だけじゃないんですよ。こんな感じでボディラインが分かるような衣装、造形、体型とかだとそれだけでもダメだったりするんですよね。
なので夜市さん、これ結構危険な気がしてます。まあ、衣装の問題もあってかなりボディライン強調されてますし、あとメガハウスさんやっぱり若干盛り気味、強調気味なんですよね。でそしてポーズもこれやってますよね。まあ、ダメですかねこれ。まあ、なんですけども、まあ、なので一応ちょっと控えめには撮ってます。なってないですかね。まあこれでダメだったらどうしようって感じです。はい、ではですね、少し画像でも見ていきたいと思います。まずはお顔からです。これすごいいいですよね。サンプル画像からも見劣りしないかなりいい完成度だと思います。前回のグリムジョーよりいいですね。やっぱり細かすぎるほど少しデコマスとの差が出てしまう感じですかね。夜市くらいだと本当いい感じになりますね。で髪の毛なんかもなびく感じの造形、そしてグラデーションもあってすごい綺麗です。でまあ胸元のアップはもう危険なのでごめんなさい、スルーです。まあ、とは言っても背中もいいですよね。褐色肌、これたまりませんよね。あとこんな感じで足の指もちょっと凝った造形になってました。なんかいいですね。あと股をいい感じに隠してくれてる猫夜市なんですけどこれはあまり猫になってる夜市っぽさはちょっとないですかね。まあ、この大きさで漫画アニメに似させるの結構難しいと思うので、まあ、これはちょっとただの猫感が強いですかね。まあでも本当メインじゃないので、全然いいです。でまあ鉄鋼ですとか台座なんかは少し色味が違ってて、実物は紫っぽさがちょっと強めでしたがね。まあ個人的には全然気にするほどではなかったです。で台座は今回こんな感じで、名前入りになってます。はい、ではですね、最後に何枚か撮ったものを載せて終わりにしたいと思います。でまあ最近多いんですけど、今回も夜市さんってことで少し暗めに撮ってみてます。やっぱりこれいいですよね。買って正解でした。でメガハウスさんの GM シリーズですとか、まあ、あとなんとかギャルズシリーズみたいな女性キャラのフィギュアシリーズですね。あれなんかだとやっぱり女性キャラってスタイルとかが少し原作から離れてしまったりの、すごい強調された造形になってること多いんですよね。なのでものによっては結構違うなっていう感じもあるんですよ。まあ、なんですけれども、まあ、ブリーチって結構ワンピースとかじゃないですけどスタイル強調されて描かれてるじゃないですか。なのでこういった感じで作るのはブリーチは向いてるなっていう印象です。まあ後にランギクとかも控えてますからね。ああいうのはすごい、いいと思うんですよね。でまあ今回のやっぱり夜市さんもすごいスタイルいいキャラじゃないですか。なのでこういったフィギュアも全然ありなんじゃないかなって思います。でまああと今回猫夜市さんもあと股のところにいるんですけど、これは正直、まあってもなくてもどちらでもいいなって思いますかね。動画を撮る際なんかは、いてくれた方がすごい助かるんですけど、まあ見えるところ見えた方がいいっていう方もいらっしゃると思いますし、でまあこの猫夜市さんがすごいかっこいいとかではないので、まあ置いても置かなくてもどっちでもいいって感じですかね。いやでも本当今回の夜市さんは造形もかっこいいですし、スタイルやポーズの感じもいいですし、ヘッドもよくできてるし、で個人的にはかなり満足度が高かったです。このブリーチシリーズ今後も買い続けたいと思います。はい、ということで以上になります。今回はメガハウスさんのフィギュア GM シリーズからブリーチ四方院夜市アランカル編でした。いかがでしたでしょうか。本当顔よし、褐色よし、スタイルよし、ポーズよし、クオリティよし、どこを撮っても本当よくできてました。個人的にも満足度高め、かなりおすすめできるフィギュアと言っていいと感じました。
まあ、あえてわがままを言うなら、技を使ったエフェクト付きのかっこいいフィギュアとかも見てみたかったですね。うん、まあでもこれはこれで本当にすごい良かったです。でまあ前回のグリムジョーの場合は少しデコマスとの差は感じましたが、夜市はほとんど感じませんでしたね。すごい良かったです。でまあブリーチのフィギュアっていうのは本当これからだなって感じだと思います。あのグリムジョーより前のイチゴなんかはまあリニューアル再販でしたので、最新フィギュアっていうのはもう本当これからだと思います。で次に発売になります10銀も、予約済みで、でその後もですねウルキオラ、ランギク、これも、うん、どちらも楽しみですね。であと気になるのが織姫なんですよね。で織姫もあのアランカル編の白い衣装なんですが、なんかギャルズシリーズで発売ってなってるんですよね。あの GM じゃないんですよ。なんかもうほんとシリーズバラバラになってきますね。まあ同じ感じで合わせてくれればいいんですが、未彩色の原型公開の時点ではあまり評判良くないみたいですね。まあでもまだ予約始まらないうちにああだこうだ言ってもしょうがないので、続報を待ちたいと思います。はい、ということでそろそろ終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。で今後もですね、メガースさんのブリーチフィギュアっていうのは動画出していく予定ですので、よかったらまた見に来てください。はい、では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。